8時西宮渓村から参ります。ちょっと潮は動きそうですけど、棚がちょっと難しいですね、ここはね。今日はね、今風もねあんまりなくて賑わってますね。深瀬釣りですね。深瀬釣りで散る。はい、来ました、はい、いやー大きいですね。ちょっとじゃあ上げてもらいましょう。ここら持っていただいたら、はい、見事な散る深瀬釣りですね。何時ぐらいに、7時過ぎぐらい。おめでとうございます。全部続いてエビ巻きですね。エビ巻きでも巻きでも、おー、それ繰り返ってる。エビ巻きでも、わー寒いんかな。エビ巻きでもチヌです。見事なチヌが釣れております。東石田と三重と参りました。今日は風が南西ということでね、こちらの方がおすすめでございます。いやー、東の深瀬釣りでございますね。天気もいいし、風は南西で東側がやっぱり今日はいいですね。北側の方へやってまいりました。ちょっと今日潮が高いので石畳ご注意ください。北側ですね。北側の方で羽がエビ巻きですかね、今日は。あ、エビ巻きで羽でございます。よいしょ、エビ巻きで釣れました羽でございます。石畳がちょっとね今日水かさ多いんでね、ご注意くださいね。今ですね、ちょうど今8時半過ぎぐらいかな。エビ巻き、おめでとうございます。じゃあ西側石畳やってまいりましたが、やはりちょっと南からですね風が吹いております。南西の風ですね。やや向かい風です。